ダンスを。だからこういうのをきっちりやっぱり、あ、来た来た来た来ました。あ、これは来たろ、これは行ったよね、さすがにね。あ、はい、それでも膠着状態が出るんだ。はい、これはそうだよな。そうやってやっぱポン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 当てて、ちっちゃくてもいいから、やっぱ枚数掘っていくことだね、もうね。そうそう、そういうのはやっぱ難しい。よし、多分だけどね、こんなのね、当たり前のようにクリアしないからダメなんだよ、多分。これがクリアできないんですよ。あ、ピンク接近中、止めましょう。赤文字、本当だ、裏がゴッド柄だ、ゴッドイーターの柄です。じゃあもうこれ当たりますよね。この荒神が近づいてきたときはチャンスで、でもあそこが、でも青だったよ。あれ、ゴッドイーターからの激アツじゃないの？お願い。お、続いてる。よし。
て見た。これ行くでしょ。ほら。もうあの100とか言わないからさ、せめてちょっと交通ゲームぐらい。えらいやつが出てこなきゃダメなんだな。はい。はい。おお、チャンス来たよ。そうまだ。おお、取れる。来た。また降りちゃって。早く早く。
駄にしてる。また来たいいやつ激アツ321じゃないんですね210よかった実解放きましたあとはここでどれだけ乗けれるかだと思いますアリサからスタートまずは10ゲームさすがにそこそこ出んじゃないの？おお、出てる、あらがみ抜ける。ペンディングフォール。
行きやすい。はい、実際終わりました。はい、お疲れ様です。ああやって出すんだね。はい、ああやって出すんですね。え、投資が1175枚で流したのが2925枚なので、はい、1800枚弱ぐらいかな。はい、ちょっとプラスにさせていただきました。 特化ゾーンがやたらなんか連チャしたじゃない。はい、あれはどうしたの。ちょっとよく俺も見てなかったんだけど、サノにが、神器に入る大特化ゾーンみたい、大チャンスみたいな、うなってて、そうなんですよ。なんでそれでボンボン来たんで、あそこで乗せた感じです。まあ、上乗せ自体はする機種なんで、ゲーム数ある程度持っちゃえばまあ出るんだろうなっていうのはまあなんとなく分かったんですけど、そういうことなんだね。でも途中までが結構300ハマって、ちょっとしか続かずまた300ハマってみたいな。まあでも大体そんな感じなんだと思うよ。でやって2、300枚ぐらい出て、またまあそんな当たり自体はまあ重たくないし、まあ上乗せもハードルが低いし、うん、まあこう割とだからそういうなんかきっかけがないとこうもじもじしちゃうというのがよくわかりました。逆に僕がね1034枚かな、投資がで781枚なんでマイナス250枚ぐらいっていうところで、まあ大体あんな感じだと思うよ。そうなんですかね。なんかもっといっぱいババって乗っけてる方とかもホール行くと見るじゃないですか。見ますか。そうなんです、結構見たんですよ。俺あんまり見ないから逆にその出るイメージがわからなかったんだけど、なんか私が行ったお店では6箱とか積んでた方がいたんですよ。だから今日のあなたみたいなのの、うん、のんのんが来ればそういうことになるんだろうけど、ずっと続いたってことですよね。うん、まあ、でもね、多分イメージ的には、うん、本当5、600枚ぐらいの小山をこう何回も何回も掘っ、うんうん、まあいい台だったらね、うんうん、はい、で浅いところでまた当たってみたいなのをこう繰り返しながらっていうことなんだと思いますよ。でも殲滅モードとかも結構最初から言ってたので、うん、そこら辺はすごい良かったんですよ。そうだから、まあいい台だとその5、600枚ぐらいの塊を何回もやって、うん、初当たりが軽い分、うん、ここに残るっていうイメージなんじゃないかなとまあ思うんですよ。
いい台でした。勉強になりました。まあまあ良かったんじゃないですか。はい、前回負けてたんで。でさ、俺思ったんだけどさ、はい、次から俺稼働台打たしてくんね。もういい加減気づいてるよね。じゃんけんにしましょう先生。え、じゃんけん。あのね、こんなこと言いたくないんだけどね、やっぱね角だわ。この店。そうですね、うん、他も角すごい良かったですね、うん、そうですね、じゃあ、うん、次じゃあ先生角行って、うん、それがいいですよ。じゃあ最悪交互でもいいですよ。そうですね、うん、私中に入るんで、うん、それでもし先生がやっぱ出たら角だわってことにしましょう。まあちょっとその角狙いを、はい、ちょっと俺もしてみたいなと。その全然私撮影環境的にね、うん、角と角にで並んで打ってる分には真ん中に置けばいいよって話なんで、どっちでもいいと思うんですよ。じゃあ私次は、ま、2台目に行ってみます、はい、2台目で出してみます、ね、頑張ります。俺今日天井食らったから ね、 ね、そうです。そう、あの6はね400ゲーム以上はまる割合が 2% しかないらしいんでね、どうやらそういうことになってみたいんで、はい、もうちょっと角台でちょっとレバーされてみたいなと。はい、まあ、次何打つか分かんないですけども、はい、次も頑張ります。頭、ね、毎回1回止まってよかった、はい。まあもうね、騎士もそう大きく変わり映えしなくなってくると思うんで、今のこのおおむね出揃った中で、はい、うん、じゃあどうしていこうっていうのをこれから我々考えていかなきゃいけないタイミングになると思うんでね、はい、ここから向こうおおむね半年はもう変わりませんから、ほとんどラインナップが、はい、っていうところで一つ、じゃあ次何なのっていうのをね、僕もちょっと考えながら、はい、できればゴッドとかちょっと打ちたいんだけどね。あ、そうですね、うん、ゴッド、カーデスとゴッドと置いてあります、ね、まあこの際どっちでもいいけどね。はい、まあまあ何になるかは来月決めると思います。というわけで、ね、湯切湖連敗ならずっていうかストップです。1回止まりましたんでね、はい、フリーズ引けなかったらどの頃とか言ってましたけども、はい、ね、いやでも勝利なんでなんか言ったんですか、そのフリーズ引けなかったらどの頃、最後に聞いておきますけど、そうですね、カメラマンさんから NG が出ました。私が東京タワーに登階段で登りたいっていうのを伝えたんですけど、多分ね、撮影しに行くのがめんどくさいだけだと思いますじゃあカメラで撮りますか。現場でなんかできること、じゃあ一つぐらいなんか言ったらじゃないですか。現場でできることてかもう弾けなかったから本当やらなきゃいけなかったんだけどね。本当ですか。じゃあ側転します。いけるか。できます。本当に。はい、全然。私そう、あの彼女体操選手なんですよ。私結構側転大丈夫。本当に。はい、ちょっとこういう人がいっぱいいるところで恥ずかしくじゃあ側転するってことです。そんなカジュアルにできるもんなの。はい、ちょっと待ってみますね、はい、罰ゲームなんで、罰ゲームです。どうですか。あのね、真似しろって言ってもできないね、これ。勝手に閉めてますけど。再来週。